なモードを選択してください。キャラクターごとのストーリーが楽しめるモードです。任務をこなしてお金を手に入れるモードです。技の練習ができるモード、お金を使ってアイテムを手に入れることができるモードです。入手したアイテムの閲覧ができるモードです。ここではいろんな設定を変更したり巻物を見たりできるんだってばよ。各種設定の変更をすることができるってばよ。ボタンへの操作の割り振りができるぜ。画面の位置の調整ができるぞ。音量や音の出力設定ができるってばよ。自動でセーブするかしないか設定できるってばよ。難易度の設定ができるぞ。できるぞ。自動でセーブするかしないか設定できるってばよ。音量や音の出力設定ができるってばよ。画面の位置のボタンへの操作の割り振りができる。各種設定の変更、手に入れたアイテムを見ることができる。巻物を見ることができる。映像を見ることができる。音楽を聞くことができる。人形を見ることができるってばよ。巻物を見ることができる。暗号を入力することができるってばよ。方向キーで属性を選択して丸ボタンで決定。方向キーでインを選択して丸ボタンで決定。バツボタンで一つ戻るってばよ。これでいいのか。方向キーで属性を選択して丸ボタンで決定。バツボタンで暗号入力画面を抜けるってばよ。暗号を入力することができるってばよ。手に入れた方向キーで方向キーでインを選択して丸ボタンで決定。バツボタンで一つ戻るってばよ。方向キーで方向キーでインを選択して丸ボタン。方向キーで属性を選択。方向キーで入手したアイテムの閲覧ができるモードだ。お金を使ってキャラクターを自由に選んで対戦できるモードだ。お金を使ってキャラクター技の ここは操作や術の練習ができるモードだ。練習したいキャラクターを選択してくれ。ナルト対カカシ。戦う場所を決めてくれ。方向キーで行きたいところを選んで丸ボタンで決定だ。よ
自由に選んで対戦できるモード、任務をこなして。おお、来たな。それでは任務を選択するのじゃ。演習か、Dランク任務じゃ。これが任務の内容じゃ。この条件が達成できれば任務成功じゃ。よし、やってやるってばよ。いいだろう、勝負だ。
あれあれ、お前にはあの任務はちときつかったかの。それでは次の任務を選択してくれ。練習か。C ランク任務か。D ランク任務じゃな。練習。任務をこなす。技もキャラクターを自由に選んで対戦できるモードだ。対戦モードを選択してくれ。ワンプレイヤーとコンピューターとで対戦ができるモードだ。ワンプレイヤーとツープレイヤーとで対戦ができるモードだ。キャラクターを自由に選んで対戦できるモードだ。